誰？監督の名前、ニックネーム。いや、俺の母校の名前にしてもいいけど、母校だとマジで家分かっちゃうからな。マジで。パワフル。あ、高校の名前ね。何にしようかな。ギャル坂高校。今パッと頭に浮かんだ。ギャル坂高校。ギャル崎高校でいいや。じゃあこれでいいや。ギャリーが一番近いか。ギャリーでいいか。何ですかこれ。何が違うの A タイプと G タイプは。あ、ボンボンの色か。ライン。うわっ、見て、ギャルの車の、ギャルの車みたいになってたよ。ええやん。ギャルの車が京一郎のあの腹の肉割れみたいになってる。どっちかやな。セーフ。第9投げました。初球に送ってストライク。第2球外角高め、ツーシームは外れても、いや、もうでも経験値、もう俺殺し、いや、まだ諦めてない、いける。中崎くん頼む、うりゃチャーリー、しゃー、よーし、いいぞ中崎、お前が未来のエースや。中崎くん何してる何してる。ああ、なるほどなるほど。ああ、びっくりした。よしよしよし、いいよいいよ。ちょっと待って、これファーボーじゃね、これファーボーじゃね、ファーボーいけ、ファーボーちょうれ、うっうっ、待て待て、もう待て、え、どっちだ、ここ入れに来るから打った方がいいの、わからん。野球の教えて、野球待つ、みんなこれ打つんだ。そうなんだ、やっぱそういう感じなんだ。じゃあもうお任せだよ、いけよ大西。投げました、え、ノシノー得点。何やったん、俺の駆け引き。待って、カジヤまた来た。有吉くんは、いや、佐藤は何。あー、お前か、威圧感狙うか。あ、間違えた、なんか、あー、やべえ、何これ、あー、最悪。最悪や。はいはいはい、絶対こんもん、こんなん来てくれるかな、うちに。なんかの気の迷いで、あ、弱すぎて。あの、弱すぎて、おめえここから選べって言われてる。なんか、お、最強来たよこれ。誰、ケラー、これ言っていい、頼む、来い。まあ、こんなことあるんだ。もうどうしようもないかも。ちょっと待って、頼む、マジ頼む。頼む、さすがにゲッツ。ほんまに言うてます、さすがに、さすがに、さすがに、マジか、これ同点になるんだ。あー、頼む中野くん、
は、なんか中野くん、くせ者。いやこれどれだ。流し打ちじゃない？待って、中野くんのこのボッテボテになるやつ何？マジで。たまんねえな。いやーマジでギリか。よし、よっしゃー。相手前たくそでよかった。何でなんでしょう。二塁えぐい。いやここじゃね。いやまあそうではあるけど、これ俺ちょっと待つわ。信じるこいつらを。俺はこいつらを。よし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 、これで回してくれさえすれば。吉野ナイスバッティングです。今日バッターはピッチャー中崎。ちょっといやここか。いや待って、7回裏。いやどうだ、ちょっと待って、帰るならここなんだよな。でもピッチャーって結構打ってねえわこいつ。ケラー出せばいいから。うわーむずいむずい、ここの采配がマジ全てを決めそう。ここでさ、だって魔物が確定じゃないっていうのがね。でもここで行かないとこのチャンス来ないかも。魔物引きます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは菊池ギャリー。来い魔物。さあ相手にとって怖いのは地方開会の魔物。どれだどれだどれだ。打者の超アップかこれ。行くわ。ここで、ね、さあ宴の始まりだ。初球打った、二塁アウト、弾いた、取れない。ちょっと待って微妙い。ギャリー同点のチャンスを逃しました。7回までが終了しまして1対0。やばい、一番最悪な終わり方した。